はい、西漢方薬店の西です。1分でわかる生薬解説、本日は甘草になります。マメ科の多年草甘草の根及び匍匐茎を用います。匍匐茎とは匍匐前進の匍匐で、地上付近を這うように伸びる茎のことを言います。甘みが強いため甘草という名があり、甘味料として醤油やお菓子などに使われます。甘草は漢方薬の中で最も多く配合されており、他の薬物の効能を高めたり毒性を緩和することから黒労という別名があります。漢方の働きとしては、甘草を炙って遮甘草にし、胃腸競争に用いる滋養作用、炎症や化膿症に用いる消炎作用、筋肉のこわばりによる痛みに用いる止痛作用、他の生薬の刺激性や毒性を緩和する調整作用、外傷や喘息に用いる鎮外作用などがあります。代表的な処方に、胃腸の機能低下に用いる四君子湯、急性の腹痛や小村帰りに使用する芍薬甘草湯などがあります。ぜひ覚えてみてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。ぜひご気軽にご相談ください。それではまた。